ますわし無限アパレルタッケー。じゃあこの無限アパレルでは知識と個性を掛け合わせて自分にしかできないファッション、自分で好きな服、かっこいいと思う服を選べるようになってもらえたらなと思って、アパレル業界に15年おりながら今はちょっと無職の時間ではあるんじゃが、そんなわしが情報を発信させてもらってるチャンネルになっております。よかったら概要欄からメンバーシップやめとかれ、やめとかれ LINE スタンプと、最近は Amazon のわしの欲しいものリストなんかもあるから、よかったら覗いてやってみて、このチャンネルを応援してやってもらえたらなと思います。昨日か、2024年になって一発目の動画はユニクロの正直レビューってところで上げさせてもらったんじゃけど、みんな見てくれたじゃろうか。今までは扱ってこんユニクロなんか金って言っとったくせにっていう感じの人たちがいい感じに湧いてくれて、いい感じに伸びた動画になったんじゃねえかなと思います。まあ扱うテーマは何で何にせよ、わしなりの面白い提案だったりとか、わしなりの視点で物を紹介する、物をこういう視点で見とんじゃなっていうところを、一応業界の内側におる人間としてこういう目線で服を見とるよ、こういう視点から服を買っとるよ、こういう価値基準で基本的に服を見よるよ、ショールよ、見よるようにショールよっていうところを、話させてもらっとるチャンネルになっております。この動画として形に残すっていうところで、いろいろな方に現地を取られて、あの時ああ言っとったのに信憑性がない、一貫性がない、こだわりを捨てたっていう人もいろいろおるけど、わしはもう今思っとることを今この動画で切り取ってるだけでしたっけ。本当にもう1時間後24時間後にはもう基本的にこう、もしかしたら考えてることが変わっとることなんていうのもあるかもしれんけど、まあそういったところはまあ一人の人間なんで、たくさんの矛盾を絡みながら生きていくしかねえんじゃねえかなと思っとるんで、そんなやつじゃが、引き続きご愛顧いただけたらなと思います。そんな正直レビューシリーズ第2弾に選んだのはバブワー。バブは、このチャンネル見てくださっとる古着好き、ヴィンテージ好きの方なんかは当然ご存知のアイテムなんじゃねえかなと思います。1898年にジョン・バブアーさんが、漁業関係者の方々にとって当時はこう、高密度のナイロンだったりポリエステルだったり防水性のある素材がない中で、コットンに油を塗るという超ローテクな手法で誕生し、そのまま、現在までその形を保持したまま、生きながらえてると言ってもいい究極のローテクブランドが、まあバブアーじゃねえかなと思います。もちろんオイルだったりとかツーレイヤーとかね、様々なアイテムが現行ではリリースされてるんじゃけれども、やっぱりバブワーと聞いて思い浮かべるのはオイルのコットンジャケットのブランドというイメージなんじゃねえかなと思います。わしの前職でもそういったところを結構重点的に扱っとったから、わしもまあバブワーを比較的一般の方々よりはヴィンテージに限りじゃけど多くの数を見てきた人間ではあるんじゃねえかなと思います。そんな経験を生かしながら、わしはどんなバブワーを個人的に所持したのかっていうところまでいろいろお話ができたらなと思っております。バブワーの正直レビュー行ってみよう。今日は正直レビューシリーズ第2弾として、わしが5年半ぐらい着とるヴィンテージバブアーは実際どうなんかっていうところをお話ししていきたいなと思います。わしが唯一持ってるヴィンテージバブアーはこちら、スーワラントのバーレイっていうモデルじゃな。ご存知の方もおるとは思うんじゃけど、バーレイは乗馬用に開発されたモデルで、丈が長いのが特徴になっております。しかもわしが持ってるバーレイは少し古い1987年のツーワラントのモデルになっております。ツーワラントでね、この紙タグが残ってることもちょっと珍しい、すぐ破けてしまうけね、そういったところではあるんじゃが、めちゃくちゃいい状態のものを1着だけ持っております。ちなみにこの紙タグのツーワラントの年代の見分け方は、この一番上にねフォリオっていうところがあるんじゃけど、このフォリオの頭2桁が年代になっとるらしいわ。これもねほんまかどうかっていうところはわからんのじゃけど、まあ、その数字を見る限りは87って向けた書いてるから87年、ツーワラントが1984年から87年までじゃから、まあツーワラントの最後の、バーレイと言ってもええんじゃねえかな。ツーワラントである期間が本当にわずかじゃねえから、ツーワラントの個体自体はね自動的にこう生産数量が限られるから、個体数なんかもちょっと少なめになってるっていうのも特徴じゃねえかな。でこの長い丈がやっぱりこうこのバーレイの魅力なんじゃけれども、ここ数年バブワーがねいろいろなブランドとコラボしたりヴィンテージ市場も盛り上がってくるまでは、そこまでこう人気があったモデルではねじゃねえかなっていうのがわしの個人的な考えです。そんな中でヴィンテージのものをモディファイしたり、ブラックカラーが出たりと、あと時代のロング丈ブームも相まって、最近では逆に通常のビデールとかボーダーとかビューフォートとかよりも、なんかもしかしたら新品で言うとこう人気があったりするようなモデルなんじゃねえかなと思います。乗馬にもともと用いられとった通り、こう足が通せるようになっとったりするような、まあ本格的なディテールが特徴になっておるアイテムがこのバーレイっていうモデルじゃな。丈が特徴じゃ言うたんじゃけど、先ほどもモディファイしとると言っとった通り、今公式サイトを見た限り
限りでは完売しとるものもあるんじゃけど、スリムフィットとオーバーサイズフィットっていうものがあって、わしが持ってるツーバラントのバーレーは着丈がだいたい123センチぐらいなんじゃけれども、オーバーサイズフィットが119センチぐらい、スリムフィットが101センチと、スリムフィットは20センチぐらい短い。オーバーサイズフィットは全体的なサイズがこう作り変えられたのかなと思うけど、着丈に関してはヴィンテージのツーバラントと比べるとまあわずか誤差ぐらいの範囲しかねえかなと思うから、ヴィンテージのバーレーを探すこともいいと思うんじゃけど、なかなかまあ年々見つかりづらくなってきてる個体でもあるから、現行で、まあ簡単にこう手に入れてしまおうと思う方なんかは、オーバーサイズフィットというサイズを選んでもらうと、比較的こうヴィンテージに近いような丈感だったりが楽しめるんじゃねえかなと思います。このバーレーを手に入れた経緯は、わしもまだまだバブアなんてほんと触ったこともなければ着たこともねえ、会社に勤め始めた初期の頃にバブアいろいろね、アイテムが入荷しとった中で、ボーダーとかビデールとかビューフォートとかはもちろんこう多少なりも知っとったんだけれども、その時バーレーというモデルを知らんくて、なんじゃこの丈が長いモデルはと思って、わし当時からね、丈が長いアイテム、コートとかが好きじゃったから、これは他のバブアと違ってなんかええがなと思って買ったのが、このバーレーのツーワラントのやつに出会ったきっかけじゃな。そこからせっかくこうバブアというものをね、わし比較的こう王道なブランドだったりとかメジャーな皆さんがご存知な服を持っとる率っていうのは比較的こう低い方なんかなと思うんじゃけれども、わしがついにバブアを手に取るなんて、その中でもなんかあんまりその当時は着てる人がおらんかったバーレーなんかええがと思って、結構いろんなところにいろいろ着て出て行ってました。しかもこのわしが持ってるツーワラントのバーレーは当時のオイルのまんまで、リプルーフなんかはおそらく施されてねえと思います。じゃけれども当時じゃとわしは慢性的な鼻炎に悩まされてるからちょっと鼻がおかしかったかもしれんけど、まあ比較的こう公共交通機関に乗ったりとかして出て行っても、そんなになんか周りの人たちから白い目で見られることは比較的少なかったんじゃねえかな。わしみたいなこういうビジュアルじゃから言いづらかったとかもあるんかもしれんけど、くせえぞこの野郎みたいな声をかけられるようなことはなかったかなと思うんじゃけれども、買って1年ぐらいは結構たくさん来たんじゃけど、それ以降はほぼ出番がなく、もうずっとクローゼットの奥底で、皆さんバブアの管理方法っていうのでも悩んでる人もおるかもしれんのんじゃけど、これは本当に自己責任でやってもらうほかねえんじゃけど、わしは普通にゴミ袋みたいなビニール袋にそのままぶち込んで、クローゼットに入れるとやっぱ匂いとかがついてしまうから、クローゼットの棚の上にベーンって入れて、昨日ほんまに何年ぶり ?3 年ぶり引っ越しの時に一回出しはしたけど、久々出してみてもしかしたらカビ取るかなと思ったけど、全くカビなんかは見られんけど、やっぱり袋の中で結構匂いがこもっとって、ほんまにめちゃくちゃ匂いは臭いです。やばい。もう今部屋のね、扉のこう、衝突防止みたいなバーにかけとんじゃけれども、私のバブアのネックがやっぱりこうオイルの匂いじゃと思うんじゃけど、本当に普通の嗅覚の方は絶対オイルをこう何かしらリプルーフだったり落としたりっていう処理はした方が、日常的に着やすかったりとか、まあクローゼットの中でも扱いやすかったり、リプルーフしてしまう以上、クローゼットに入れるっていうのはかなり難しいと思うんじゃけど、何かしらの処置をした方がヴィンテージのバブアは着やすい。でも、昔ながらのオイルがえんじゃ耐えれるんじゃっていう方なんかは、まあそのまま着ていただくのもよしじゃけど、まあ普通に慢性的な鼻炎に悩まされとるわしでも結構鼻をつんざくぐらい、部屋に昨日出して置いとくと本当にその匂いが充満するぐらいのなかなかのフレーバーではあるアイテムじゃな。で、まあどうでもええというか、皆さんも知っとるようなこううんちく的な情報ばっかりをいろいろつら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 と言ってしまったけれども、正直レビューというところでいくと、わし個人のよ、皆さんにとってどうかはさておき、このツーワラントのヴィンテージのバーレー、もしかしたらわしいつか手放してしまうかもしれないなというアイテムになっております。っていうのもやっぱり先ほどから言っとる通り、全然着てねえからっていうのがあるかなと思います。やっぱりこう市場的にバーレーっていうアイテムが比較的溢れてきてしまったから、そんな中でいろいろな着こなしができると思っとるし、今回こう出してきたタイミングで、今着とるようなね、こういうセットアップの、スタイルの上から羽織って、かなりクラシックな感じで着てみたりするスタイリングじゃったりとか、ミリタリーのスラックスにアメリカ軍の A1A っていうジャケットを羽織って、ミリタリーアイテムと合わせて着るようなスタイリングじゃったりとか、サルバムっていうブランドの金ピカのコートとトラックパンツを合わせて着るようなスタイリングだったり、本当にまあいろいろなスタイリングでは使えるアイテムではあるんじゃけれど、今岡山に住んどってなかなかコート丈のアイテムを着る機会がないっていうこともあって、着用機会は本当に3年4年ぐらいは全く着ないままで眠っていたような、アイテムになっております。実際わしはこう家でオイルを落としたりとか自分で塗ったりとかっていうことまではこうそこまでしようとは思わんので、なかなかこうこのアイテムに対してこう愛着が積み重ねることができないような現状に今のところはなっております。まあ正直レビューっていうところなんで、もしかしたらなんかどっかのまた次引っ越すタイミングとか何かのタイミングきっかけがあればちょっと手放してしまう
かなかもしれないなって思ってるようなアイテムになってしまっています。やっぱり世の中的にちょっとバーレー流行っとるっていうところも少なからずわしの中ではもしかしたらあるかもしれません。わしが買った時はあんまりこうわからんよ、わしのあくまで感覚じゃけど、バーレーっていうアイテムはバブアが人気の中でもそこまでこうフィーチャーしてる人が少なかった。そこから2、3年、3、4年っていうの月日が経つにつれてバーレーっていうアイテムがどっちかっていうとなんか今までマイナーなやつじゃったのにみんなに欲しいっていうアイテムになってしまった。でそんなところに岡山に引っ越してきて、最初はこう新しく手に入れた喜びで着とったけど、着丈が長いアイテムをなかなか着る機会がないっていうところも相まって、どっちがこう先行してるかわしの中でもちょっと難しいんじゃけど、現状ではほとんど着る機会がないようなアイテムになってしまっております。なんかのタイミングでオイル落としてね、普通のコットンジャケットとして着るっていうところだったらええんかもしれんけど、やっぱりこうコート、ロングコート、123-4センチの着丈のロングコートってほんまに長い着丈のコートじゃから、もう前閉じてしまうと他のアイテムがほとんど見えんから、ファッションわしはやっぱりこう着こなしの上でいろんなアイテムを重ねたりとかすることが好きじゃから、そんな中でできることが少ないアイテムでもあるっていうことは、そういった着づらい、着なくなってしまっている要因の一つとしてもあるかもしれん。じゃけんバブアの正直レビューとしては、物として、ブランドの背景として、歴史として、クオリティとしては素晴らしいアイテムではあると思うんじゃけれども、わしの中での捉え方としてはなかなか着る機会に恵まれず、もしかしたら手放してしまうかもしれないなっていうアイテムに現状はなっているところでございます。あとはまあオーダーメイドスーツなんかを今ちょっと作っとったりすることもあるから、そんなスーツが出来上がって冬はスーツスタイルで行くぞってなったりしたら、その上に着たりとかっていう、まあ生活の変化だったりとか、都会に引っ越したりとか、まあ東京に泳いでたいなんていうことも言っとったけど、そういう何かしらのちょっと変化がないと現状ではなかなか愛情がつぎ込んでいけるような、長く着られるようなアイテムではあると思うんじゃけど、ちょっとその活かし方に今のところ、悩んでいる。やっぱりヴィンテージバブア、皆さんもね、今は新品のバブアしか持ってないけどって方、新品のバブアだったらオイルの匂いっていうのはかなり軽減されて使いやすくなっているようなものになっております。ただ、そういうオイルにはまあそういうこう匂いがないメリットがある分、まあどこかしらデメリットがもしかしたらあるのかもしれないし、ヴィンテージのバブアには匂いっていう究極のデメリットがあるけれども、なんかちょっと生地の雰囲気だったりとか、あとはまあイングランド製っていうね、イギリスのブランドを着るっていうところでもまあ大事にしてる人も多いようなこうディテールが備わっとったり、背景が備わっとったりするし、まあこういったバーレーだったりとか、スペイだったりとか、トランスポートだったりとか、今マニアックなモデルにすごくこう脚光が当たっとるようなタイミングじゃと思うんじゃけれども、そういったアイテムでもこうヴィンテージとなるとなかなか個体数は少なくなっとるから、そんな中でたまたま出会えた、このタイミングで買えたっていうきっかけをつかむかつかまないか、皆さんの本当このタイミング次第じゃけれども、わしは服屋じゃから比較的そういったこうヴィンテージだったりとか手間がかかるアイテムに慣れとるところはあるんじゃけれども、ちょっと活かし方にずっと悩んでおるようなところになっております。動画のネタに困ったらお風呂場でリプルーフしてみようかな。いやでも風呂場めっちゃ汚れるもんな、難しいよな。まあバブアの収納方、わしはビニール袋に入れてもうクローゼットの上に突っ込んどるよって言ったんじゃけど、まあ風通しがいいところにハンガーにかけて置いとくのが基本的にいいとされているんじゃないかなと思います。わしも最初はハンガーにかけてカーテンレールに引っ掛けとったんじゃけど、カーテンレールに引っ掛けとったらカーテンが気づいたらね、オイルで汚れて真っ黒になってしまったりとか、なかなかこう収納場所にも悩むから、意外とビニール袋に入れてもクローゼットの湿度だったりお部屋の湿度だったりにもすごいよるから、本当に環境によってはカビが生えてしまう原因を作ってしまうことにもつながってしまうけど、わしは今のところビニール袋に入れて突っ込んでる限りはカビなんかは生えてないような状態になります。なんかもう少しこう通気性がいいような、全体を包めるようなものでくるんであげるのが一番いいんじゃないかな。クリーニング屋さんとかでもらえるあのビニール袋は基本的にこう外した方がいいんだけど、そんな中でもちょっといい仕上げをクリーニング屋さんでした時はそのまま袋に入れたまま保管できますよみたいな袋がもらえる時もあるから、そういった袋にバブアをくるんでこう入れとったりすると、他の洋服にオイル移りも防いだりしながらバブアをこう保管できる。でもなんか他のところにかけとって奥さん彼女、同居人にこう白い目で見られたりとかすることもなく、保管ができたりするんじゃねえかなと思います。正直レビューシリーズ第2弾、ヴィンテージのバブアについてお話をさせていただきました。わしが持ってる87年製のツーワラントのバーレーという着丈が長いモデル、まあスタイリングで3つご紹介した通り、いろいろな着方はできるんじゃけれども、現状なかなか着る機会がなく、わしはもしかしたらちょっと生活の変化で着ることもあるかもしれないけど、現状の今の気持ちとしてはちょっと手放してしまうかもしれないなという心持ちになってしまっております。より良い使い方
発展のさせ方なんかがあれば、ぜひちょっとこの機会にコメント欄なんかでわしに教えてやってもらえたら嬉しいかなと思います。冒頭でも申し上げた通り、この無限アパレルでは知識と個性を掛け合わせて、自分がかっこいいと思うもの、自分が好きじゃなって思うものをちゃんと自分で選べるようになってほしいな、自分もわしもそうありてえなと思いながら発信させてもらってるチャンネルになっております。よかったら概要欄からメンバーシップやめとかで LINE スタンプなどなど見て、この岡山弁古着屋無職の無限アパレルというチャンネルだけを何卒ご支援ご応援をしてやってもらえたらなと思っております。今は無職の状態ではあるんじゃけれども、いずれ最終的には自分のお店を持って東京にお店が構えられたらなと思いながら、2024年今年はいろいろ動いていかにゃいけん年じゃなと思っとるんで、まあちょっとゆっくりしながらそういった準備だったりとか、ポップアップをベースに動いていけたらなと思っとるんで、おいおいそういったお知らせなんかもさせてもらって、遊びに来てもらえたらわしはひとしおの喜びを感じる次第でございますので、何卒引き続きよろしくお願いします。おなんな、最後まで見てくれてどうもありがとう。じゃあ無限アパレル、通称無限アパは知識だけじゃないファッションの楽しみ方を発信しとるチャンネル。じゃあよかったら高評価とチャンネル登録もよろしくな。そして隣に座ってくれる人も募集しとるけーな。ほんなな。